池澤子どもクリニックの医療脱毛にお邪魔しまして、疲れない施術姿勢を修正していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみになんか痛み不調ってありますか？体の常に前屈姿勢なので、はい、首がパンパンに入ります。あ、それをですね、解消できます。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、かかと側で立ってるんです。かかと側で立って膝がピンと伸びてるんで、少し膝曲げて、この母子球、はい、母子球の方に乗せる感じ、こんな感じ、はい、ちょっと膝曲げて母子球に乗せる感じ、気持ち前傾になる感じ、上半身できてます。あ、そう、はい、この感じでやると楽なんですよ。はい、一回やってもらっていいですか？はい、しますね。うん、さっきより確かに楽です。肩の力なんとなく抜けてる感じはします。はい、ちょっと最初の姿勢でそこの位置でやってみます。その位置でかかと側で膝ピンです。はい、膝ピンです。なんかきつくないですか？いいですね、一番きついでしょ。はい、そうなんですよ。そう、首と肩がなんか力入ると思うんですよ。骨盤が後傾で重心がずれてるんですよ、はい、体。人間本来の姿勢というのは股関節に重心が来ないといけないんで、少し膝曲げて母子球に乗せるようにちょっとだけ前傾。今こう軽く手振ってください。軽くないですか？軽いでしょ、はい、この感覚、うん、で最初の姿勢に戻してください。そしたら重くなるんで手が、手振ってください。かかとで膝ピン、重いでしょ、うん、です。肩に力入ってる。もうこれだけのシンプルな、なんで意識することは少し膝曲げてちょっと前傾で母子球に乗せる、うん、で力抜いて首で調節するよりはやっぱこう前傾具合で調節した方がいいです。うん、この辺だってもこの辺でも母子球の感覚も一緒です。少し膝曲げて母子球でちょっと前傾、はい、で力抜く、はい、そうそう、で首もそれでいいです。それ以上顔は下げすぎないこと。うん、でもですね、当たってるかなちゃんとっていうところにこうなるんですよ。です、ね、今の姿勢が悪いってこと自分で分かっておけばいいです。こう、あ、すぐ戻せばいい、すぐ戻せばいい、一時的にはいいんで、基本はこの母子球で前傾の姿勢で、そうです。顔で行くんじゃなくて、この胴体ごと行く。そう、今いいですね。曲げて、ちょっと前傾、母子球意識、あんまり顔は覗き込まない。そのまま行く。行きますよ。今、合いましていいですね。いいです。気になるものは、もう胴体ごとです。顔だけ行かない。できるだけ。そうじゃなく、とこのここ意識、股関節意識していけばいいです。分かりました。私いつもつま先立ちして覗き込んでやるんですよ。あー、ちょっときついと思います。こうやってやるからここも張るし、そう足も張るしですね。そう、分かりました。この股関節を意識して力抜く。で、お、今いいですね。こんな感じですね。これ今いいです。あ、これは楽です。いつもの姿勢に戻してください。もう片方立ちみたいな感じです。あ、なるほど。こんな感じです。きついと思うんです。きついです。きついんですよ。きついです。そうなんですよ。やっぱ施術の姿勢というのは楽じゃないと患者さんも伝わると思うんですよ。うん、股関節重心で力みがない姿勢でやれば伝わるっていう。うん、これ整体の方とかも一緒なんで。普段の姿勢を。普段の姿勢ですね。はい。はい。はい、そこですね。はい。ちょっと高さを出してもらって、椅子を上げてもらって、はい。で、若干深く座って、はい、足つけてちょっと広げた感じで、こう手をこう振ってもらっていいですか？手が重いと思うんですよ。でちょっと前傾になると軽くなる位置。はい、そうそう、これが股関節重心の姿勢で、この姿勢でかけると楽なはず、うん、そこです今。股関節にこう乗せる感じ、深く座って、はい、子供もこれが理想なんで、曲がったり首だけ曲がったり、逆に背筋伸ばしたり、うん、それでかくときついです。きついです。でここに乗せて股関節重心になれば首と背骨も適切な位置に来るんで、そうそう、そこです。おー、今いいですね。はい、楽ですね、はい、一時的にはこうずれてもいいんで、基本はそこと思ってもらって、やってみます、はい、ここから。いい施術家としてぜひ普段の姿勢、はい、はい、つけます、はい、ありがとうございました。